ので、何かありましたらそちらの方によろしくお願いします。では、時間になりましたので、計算科学特論 A の第5回目でプログラムの高速化の応用ということで片桐先生に講義していただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは第5回ということで、まあ、5回、授業、講義があるうちの5回目をで、担当させていただきます。で、まあ、今日はですね、主にプログラムの高速化の応用というところで、実際プログラムを作られて、今までの、基本となるところを使った上で、まあ、問題になる、まあ、ところを、全体的に、話したいと思っています。で、まあ、性能チューニングに関して特に、まあ、コンピュータサイエンス側からの、講義の中身になっているんですけども、まず最初に、まあ、けども、ちょっと注意していただくのは、まあ、コンパイラの最適化というのは非常に有効なんですけども、あまりこれを過信して書かれると、まあ、予想外に性能について、高速化されないということがあります。まあ、ですので、まあ、書き方が悪いとですね、自動並列化でこれスレッド並列化とかを期待してこうコンパイラの、最適化を使われるんですけども、逐次最適化も不十分になることがありまして、これは何というか書く側である程度注意した方がいいということが最初に言えます。で、具体的にはですね、ベクトル計算機向けに書かれたコードというのは、まあ、実用的なレガシーコードでいっぱいあると思いますし、まあ、現在も使われる方も、まあ、多いと思いますけども、まあ、私がちょっと見てきた中で一番、まあ、気になるところはですね、まあ、1ループ中に書いてある式がとても多い書き方をされているコードというのが見受けられます。で、それをですね、例えばK とかの、スカラ計算機に持っていくとですね、いくらコンパイラが頑張ったとしてもですね、レジスタが足りなくなって、メモリにデータを吐き出して速度を低下させてしまうコードっていうのが生成されがちになります。で、これはまあ、こういうことはコンパイラが本来はやってほしいんですけども、まあ、2つ考え方があって、コンパイラのまあ最適化不十分だからあまり最適化されないって話と、まあ、そもそもコンパイラの最適化できない書き方になっていると、この2つあるんですが、まあ、いずれにしろこれはあらかじめ、まあ、考慮して、コードのチューニングをされると、速くなることがあります。で、これは後から具体例として挙げます。ループの分割っていうのが必要になる場合がありますので、これは例として挙げています。で、あとですね、まあ、スレッド並列化に関して自動並列化っていうのは非常に便利なので、まあ、特に1ノード内の並列化をする場合は自動並列化っていうことを使うケースが多いと思います。だから OpenMP で書くんではなくて、まあ、コンパイラによる自動並列化を使うと。でも、これはですね、特にまあ信用しない方がいいっていうか、分かった上で使う、コードが書かれているんならいいんですが、特にレガシーコードそのまま流しても、全然並列化されないってケースはまあ普通にあります。で、まあ、理由はですね、ループ並列性が、まあ、ないとですね、いくら頑張っても並列化できないっていう話があるんですが、仮にループのレベルの並列性があったとしても原理、まあ、書き方が悪いと自動的に並列化してくれないってケースがまああります。まあ、特にですね、これは前回から言ってますけども、ループを書くときに開始値ですね、 i イコールのその値と終わる値が例えば100とかすでに数字で書いてあればいいんですが、それが変数になっていて、それが実行時にならないとわからない状況になっていた瞬間に、まあ、コンパイラによる最適化は普通は難しくなるので、こういう書き方をしない。で、なおかつ自動並列化にしてもダメなことがありますので、そういうコードになっていないかっていうのが非常に、気にしないといけないことになります。で、あとですね、言語的な問題から生じることもありまして、特に C 言語では並列化したいループが、まあ、ある、まあ、関数コールになっていて、関数コールの引数がに、まあ、データが依存があると判断されるとそのループは並列化ができません。で、こういう状況が普通よく生じてしまうんですが、例えばこの foo っていう関数があるときに abc っていう配列を渡すと、これコンパイラーはですね、何もしないと a と b と c に同じ配列が aaa と書かれて、同じ領域を引き渡すことがありえます。そしてその関数の中に abc を使った、まあ、ループがある場合、普通は依存関係があると思って並列化はしません。これは普通のことです。もし並列化してしまうと、まあ、逐次と答えが変わってしまうからです。で、これを並列化したい、自動並列化でもしたい場合はコンパイラディレクティブで、そもそも依存がないというふうに指定するか、このループは依存がないというのを自分でコンパイラオプション、ディレクティブを使って書かない限り並列化されないので、こういう問題が生じるので、特に気にしないといけない。で、これ結構よく起こることです。ですから、こういう問題がありますから、コンパイラの最適化というのは分かった上で使うというのが原則に、なります。でですね、さらに最近はこの講義でも何回も言ってますように、スレッド数が増えてきていると。
でその時にですね、低スレッド並列、これ例えば2から4スレッド向きの、まあ、コード、これ OpenMP でも何でもいいんですけど、OpenMP で書かれたコードと、高スレッド、8スレッドを超えるような向きのコードの書き、速いコードの書き方で全く異なるため、まあ、両者を、混合したような使い方で、一つのコードで、まあ、速いコードっていうのは、まあ、達成できないわけです。ですから、コンパイラーによる自動並列化っていうのは、まあ、難しいことになります。で、理由はですね、コンパイラーは実行前にユーザーが使うスレッド数を知ることができないので、まあ、コンパイラー側からすると平均的なスレッド数を仮定して、まあまあの性能コードを、まあまあな性能になるコードを生成するしかありません。ですので、まあ、おそらくどちらかに重点が置かれて、デフォルトの最適化になっている、まあ、おそらく8スレッドを超えるようなところでは、8スレッドを超えるように最適化になっているし、逆に言うとあまりスレッド数を考慮しないのでは2か4スレッド向きの並列化が、コンパイラーでの、標準な、最適化オプションで指定されていることになります。ですからこれから外れると性能が出なくなる。で、あと一般的に言われているのは並列数が増えてくるとループの長さですね、ループの回転数と言われるループの長さが短くなっていくことで、ループの並列性がなくなります。で、こうなってくるともうどう頑張ってもコンパイラーによる自動並列化が、まあ、できない、理論的にできないことになりますから、まあ、ユーザーが手によって何らかのことをしてループを長くしていくしかない。で、これで、まあ、やれるのはループ融合って技術なんですけど、そういうことをやっていかない限りはコンパイラー自動並列化に任せても速くならない一体になります。ですからスレッド数の要因が入ってきているので、コンパイラーの並列化、自動並列化がより難しくなっているとは、まあ、一般的に言えることになります。で、まあ、あとですね、まあまあ、あるベンダーのコンパイラーで最適化できたとしても、他のベンダーのコンパイラーではまあ当然最適化できる保証はなくて、まあ具体的にこの例が書いてありますけど、まあ日立の環境と富士通の環境は当然違うので、片方でやったものがそのまま早い状況で引き継がれるわけではないと。で、同じ会社のコンパイラーでもハードが変わるとやってることが変わったりしますので、特に新しい計算スパコン、新しいハードウェアで使われることはあるんですけども、そういう状況になるともう全然最適化の枠組みが変わってくるので、全然引き継がれないことになるわけですね。なので、今までやってきたことがガラッと変わってしまうということになります。で、これはさすがにですね、問題でして、まあ、特にコンピュータサイエンス側でも従来からあるコードを、これレガシーコードと呼ぶんですが、これらに対してハードウェアとかソフトウェア環境、コンパイラが変わったとしても、高い性能を保つようなことというのは非常に重要なテーマで研究されていて、これ特に性能過半性、まあ、普通のプログラムの過半性だけではなくて、まあ、性能に対する過半性を保証するということが、まあ、研究されています。まあ、これは特にソフトウェア自動チューニングという分野で研究をされている話なんですが、まあ、これも言いましたように、まあ、研究レベルでは進んでいるんですけども、まあ、今実証段階にあって皆さんがそんな使える状況ではないと。まあ、ただし、まあ、こういう技術が進んでいけば、コード自体がその環境に応じて自動的に適するコードを生成して、自動的に性能検証するということで、チューニングのコストが下がっていくということが期待されるので、で、まあ、こういうことが進むといいんですけど、現状ではまだまだ、不十分なので、ある程度はコンパイラーと協調して自分でチューニングしていかざるを得ないという状況になっています。で、まあ、そういう時に重要なのは自分のコードにおいてですね、ホットスポットと言われる、まあ、どの部分が重い、どういう処理が重いのかを、認識することが非常に重要になります。で、まあ、具体的に認識した場合に、まあ、ネックとしては3つぐらいの、ボトルネックが考えられるんですが、1つは演算時間ですね、演算処理が重い、それで、プログラムの全体を、縛っているようなもの、あと通信が多い、通信時間のボトルネック、であとは IO ですね。IO は実は最近増えてきたので、まあ、ここに書いてるんですけど、予想外に IO が重いということがあります。まあ、他にもあるかもしれませんが、大体この3つの方向でやることが決まってきて、当然チューニングすべき中身も変わってくるわけです。ですので、いかに自分の、プログラムのホットスポットが、どこにあるのかっていうのを知ることが重要になります。で、まあですね、こういうことをやるときに、まず教科書的には計算量って言って、まあ、計算量が問題サイズに比例して、例えばオーダー N の3乗とか4乗とかになっているから大きくなると計算ネックになるねって、これは、まあ、ある程度有効な手段なんですが、実際の性能っていうのは計算環境とか自分の実行条件に依存してしまって、思わぬところにホットスポットが生じることがあります。で、これがもう現場で生じることで典型的なことです。で、あとですね、チューニングの状況において当然ホットスポットも変わってくるので、一概にこれ自分の思っているところが重いとも限りません。
でよくあるのは計算量が多いプログラムだから計算ネックだと思っていたら、問題サイズがあまり大きくできず、それがキャッシュに乗ってしまう場合は実は演算時間の占める割は少なくなります。でほとんど通信時間になっているかもしれません。ですのでこれは頭の中では、想定できないことになります。あと通信量が多い、全て送るデータサイズが少なくて、通信時間が少ないやと思っていると実は通信の回数が多くてこれ通信レイテンシー不足ですね。送る時間ではなくて通信の足し上げ時間ばっかり時間かかっていってそこがネックになっていることもあります。であと IO 量が少なくても、なんというか普通は大丈夫だと思ってもその実行している環境のハードウェアが貧弱だったり頻発的に誰かがすごいIO をやっているとそこがネックになって遅くなるということがあるんですがそういう場合はもう IO 利息になってしまいます。ですからその実行に応じてどこがネックになるかって変わる可能性があるので特に注意が必要、特に自分 の使っている問題サイズによってこれが変わる場合があるのでそこはある程度自分で見切っておく必要があると。システム的にこう偶発的な IO 性能が劣化というのは本来システム屋さんの話なんであまりここでは気にしなくてもいいというかそういうシステムを作ってもらうしかないんですが、自分の計算の問題に対して変わっていく場合はある程度自分で把握していく必要があるということになります。で当たり前の話なんですけど、計算時間がすごい時間を占めていて通信時間 IO 時間があるときに、計算時間をチューニングすると、通信時間が見えてくるので、要はどこが、ホットスポットになるかっていうのは状況によって変化していくのでこれを認識して、高速化を、進める必要があるという話です。でですね、具体的にあとどうやったらいいのかっていう、総論を言いますとこういうこともあまり、普通は何というか分かってるから説明しないし教えないかもしれませんけど、あるそういうもので当たり前のことを書いてるんですが、演算ボトルネックの場合何を最初にすべきかということなんですけどこれはもうコストの小さいことを順にやっていくしかないです。で一番コストが小さいのはコードをいじらずにコンパイルオプションをいじることですね。でこれもやりすぎたらしょうがないんですけどこれだからコンパイルオプションして再コンパイルするだけですが一番コストが少ないことです。で具体的にどういうことをやるのかっていうのはコンパイルごとによって違いますが、一つはプリフェッチのやり方ですね。マニュアル見ると書いてありますがプリフェッチを強化するオプションを入れると、あとソフトウェアパイプラインを強化するオプションを入れると速くなるんだったらこれはコストが低い上に速くなって嬉しいということになります。であとはですね特定の、ループとかで、アンローリングとかタイリングと言われるような、こういう手法が、手で書かなくてもディレクティブとして用意されているコンパイラーというのは普通は用意されているんですがそこを入れると速くなる、これだったらコスト低いので、こういうことをやって速くなるんだったらまず、最初にやってみる事項になります。でこれをやってダメだとあとはですねこれはもうやはり姑息なことをやらずにアルゴリズムを再設計して計算量が少ないものを採用してみるというのが常套手段です。でそれをやってもダメなときに、次にキャッシュ向きの最適化、この講義でもありますようにアルゴリズムの数理の部分から考えてキャッシュ向きの、アルゴリズムを開発するっていう、3はでもかなりコストが高い話になります。これは論文が書けるような話になるので、やるならかなり、コストがかかったりあと専門家がやらないといけないんですが、こういうことをやるしかないと。で最後にやるのは、コンパイラが自動で行うコードチューニングですね。ですのでこれは最終的な手段なんですが、それをやって速くなるんだったらいいと、例えばアンローリングって手で書き下ろすっていうのは最初に言いましたけどこれは本来自分でやらない方がいいんですけど、策がない場合は自分でやると。でまたデータ構造自体も連続アクセスになるように書き直すというのでかなり速くなる2倍とか速くなるケースあるんですがこれはプログラム全体に及ぶので、あまり進めることではないんですけどもこれしか策がないんであればやって、速くなるという手はありますというような形で、こんなような順番で、普通は、チューニングしていくということになります。で一方通信ボトルネックの場合は後から出てきますけどどちらの要因ですね、通信を分解したときに、どちらが主体になるかでちょっと方針が変わってくるんですが、例えば通信レイテンシーが主要因、これは通信回数が多い場合ですね。これ何を最初にやるかっていうと、もし可能であれば細切れに何回も送って通信をまとめて送るってことをやると、通信レイテンシー利息の場合は速くなることがあります、これ通信のベクトル化と言われる方法です。であとはですね、もう仮に計算量が多少増えたとしても、通信する回数を減らすために冗長計算をして減らすということも、最近されています。であと最後はもう非同期通信を使って通信する隠蔽なんですけど、おそらく通信レイテンシーの場合はほとんどその隠れる時間がないので難しいんですけど、場合によっては非同期通信を使うと、速くなるケースがあります。
で一方通信量が主体の場合はですね、これ1回あたりの通信データ量が非常に多いということなんで、まあ、そもそも通信しない方がいいわけなんですが、まあ、最初にやるべきことは冗長計算によってもそもそも送る量を削減できるんであれば、それをやると効果があると。であとさらに、まあ高速な通信実装方式、リモート DMA とかあるんですけど、こういうような技術で、早く、かけるんであればやると、通信時間が早く送る性能が良くなって早くなることがあります。まあさまあ、次にあと、まあ、非同期通信による、隠蔽ですね。でこの最後 の非同期通信っていうのは結構信奉者が多くて、最初これやれば何でも早くなるんじゃないかと思われている人が実は多いようなんですけど、後から話しますように、実は自分の使っている環境は非同期通信が全く効かない環境なのにもかかわらず非同期通信を書いてしまっていることがあるので、そういうことにならないように、まあ、したいということで、実はあまり、そういう意味ではいろいろ先にやることはあるというのがこの、方針です。であと IO ボトルネックの場合はどうかというと、これはあまり私専門ではないんですけど、よくやられているのは、まあ、IO を出力しないように、自分のしたい、計算モデルとか結果を、得るために最低限のデータ IO しかしないということがどうやら取られているのが、まあ、多い、実用アプリで多いようなんですけど、まあ、これはまあ当然効果があります。でそうではなくても実はOS のシステムパラメータを変更すると速くなる場合があって、一つは IO ストライプサイズというものがあります。これは1回の IO あたり大きなサイズを、システムに書き込むときに、その書き込む単位、システムで制御するデータの書き込む単位を制御するということができます。これストライプサイズというやつです。でこれを大きくすると非常に大きいデータのアクセスは高速化されることがあります。逆に言うと小さいサイズをなんか読み書きするようなものについては、いっぱい読み書きするようなものについては効かないんですけど、まあ、そういう場合ではなくて大きいサイズの、読み書きする場合は IO ストライプサイズを変えるということが有効である場合がありますから、これもまあ調べて変更すると。あとそうでない場合は、まあ、より高速な IO 方式を採用するしかなくて、まあ、よくやるのは MPI のプログラムだとファイル IO 書き出しは MPI プロセスごとに別名をつけていっぱいこうプロセスをバッと書く実装になっていることがまあ多い。でまあ、これはこれでまあいいんですけど、やっぱこれかなりシステムに負担をかけますから、例えば PIMPI だと64万並列とかだったら64万個ファイルできてしまうんで、まあ、それはもう現実問題無理になってくるわけです。まあ、そういう場合はですね、高速なファイル IO システム的なもので使った方がよくて、例えば MPIIO というものがあるんですが、こういうものを使うと、複数のプロセスごとにある、ファイルを一つに見せることができて、かつですね、今、多くのシステム研究者がこういう MPIIO を高速化するシステムの研究していますから、そういうような実装に乗ることができて、自分で、意図しなくてもシステムソフトで早くすることができるので、まあ流れとしてはこういう高速なファイル IO を使うというのが MPI のプログラムでは最初に進められることになります。ということで、まあ、ホットスポットを知るというのは非常に重要なんですけど、これどうやってやるのかって大体おそらくかけて2つのやり方があります。まあ、1つはまあ、当然ながらですね、自分のプログラム中にタイマーを設定して調べる。これよくできた、プログラムは大体これになっています。何らかの、まあ、実際シミュレーションやられているものとか、あとミニアプリケーションといって、その開発者側が、性能ベンチマークのために作っているというものがあるんですが、そういうものはどういう機能のところがどれだけ時間があるのかというのは全てタイマーが入っていて、それを見ると、ボトルネックが分かると。まあ、これいいんですけど、これやると結局、まあ、なんか全般的にプログラムを開発し直すような問題になってコスト高になってしまうので、まあ、簡単にホットスポットを知れないという問題があります。でそこで出てくるのが性能プロファイラーってやつで、この性能プロファイラーを使うと、使える環境があるんであれば、特にプログラムコードを修正せず、ボトルネック解析ができるということになります。でこの3つあるボトルネック、どういうふうに、まあ、性能プロファイラー等で、性能プロファイラーで見れるかっていうと、演算ボトルネックっていうのは結構どのプロファイラー、どのスパコンのプロファイラーとかどの会社の、ツールでもまあ見れるようになっていて、まあ、プロファイラーにある基本機能によって、まあ、見えると。でこれはまあ、ループごとの詳細、まあまあ、プロファイルによって、まあ、ハードウェア性能とかも、見れるようになっていますので、ちょっとこれ書いてませんけど、例えば関数単位の、この関数が全体の何パーセントを占めているとか、あとこのループに対してはどれだけが示す人があるかというのを、見ることができます。まあ、例えば日立の PMPR とか富士通の基本プロファイラーとか、こういうもので、こういう演算ボトルネックになる中身を知ることができます。で一方通信ボトルネック、これもまああるんですが、まあ、プロファイラの基本機能より調査できる場合があって、富士通の基本プロファイラーは、通信の、時間というのが出てきますから、これで通信のボトルネックになるか、調べることができます。
で、IO ボトルネックなんですが、これはですね、私の知る限りあまりこれ見れるスパコンのシステムがないんですけども、ベンダーによってはあります、まあ、例えばクレイ社のプロファイラーはこれ IO の、情報が出ますから、これを見ると IO が重くなどれだけ重くなっているかっていう、ツールがありますから、これはまあ状況に応じて、見ることが、分かることが、できるという項目になります。でですね、最近まあちょっとあったんですが、あるプログラムで、IO を行うためにですね、これ MPI のプログラムなんですけども、プロセス0にデータを集積して、プロセスの0のみが IO をするプログラムになっていることがあって、これをやるとですね、まあ、データ集積のために MPI オールギャザー V とかそういうものを使うんですが、これがもうこの通信がむちゃくちゃ重くなることがあって、本末転倒になることがあります。ですので、まあ、IO のための通信時間、 IO のための通信時間が増えるという事態になりますし、これをオールギャザーっていうすごい通信処理は重たい処理を呼ぶことになるので、まあ、これは超並列向きではない実装になってしまいますから、まあ、原則ですね、先ほど言ったように IO はプロセスごとに並列に行う方が良いんですが、まあ、あのプロセスごとに生成ファイルが生成されてしまうとシステム上扱いになるので、そこで MPIO とか今提供されているようなシステムソフトウェアで、提供される IO を使った方が、まあ、筋は良くなるということになります。だからこの辺も考慮して、まあ、チューニングおよび実装の変更をしていかないとダメということになります。で、まあ、これが概略で、まあ、実際性能プロファイリングを、まあ、どういうものか、これあの実際あの K とかで使っている方は、まあまあ、分かっている話なんですけど、もし初めてここで、まあ、知っている方とかやったことがあのプロファイルしたことがない方のために、話しますと、まあ、当然ながらプログラムにおいてそのホットスポットを知るためにどの、まあ、場所ですね、手続きとか持っていてループレベルで時間かかっているか調べないとチューニングを行っても全く意味がないわけですから、まあ、これはここに書いてありますように手続き A だけは100秒かって、あとは B が10秒1秒って時になんかこの C を全然チューニングしても意味がないわけですから、これはもう分かった上で A をチューニングするということを当たりをつけないといけない。このざっくり当たりをつけるためにも性能プロファイリングが重要になるということです。で、まあ、性能プロファイラーは一般にスパコン提供メーカーでは、付随しているものですから、コンパイラーと連携して付随しているものですから、まあ、普通は、コンパイラーあのスパコンを使うと、使えるものになっています。で、使い方はですね、まあ、いろいろあるんですが、まあ、普通はコンパイラーオプションで指定して実行可能コードを作って、一回なんか MPI で実行した後、何らかのプロファイルのためのファイルっていうのがまあできます。それを、専用のコマンドを使って見ることによってプロファイルデータを、提供されるという使い方がまあ普通になっています。で、まあ、どんな、まあ、データが出るのかっていうのは、あの先ほど言いましたようにプロファイラーの、ツールに依存するんですが、まあ、例えばあのノード内性能ではあの全体実行時間に占める各手続きの割合とか、メガフロップス、ギガフロップス、これはハードウェアカウンターでカウントした、まあ、1秒間あたりの、演算時間性能というのが出ます。あとキャッシュヒット率とか、スレッドごとにどれだけ、まあ、動いているかですね、負荷バランスの状況とかを見ることができます。で、場合によっては IO 時間というのは見ることができると。で、ノード間は、まあ、通信パターン、これはちょっと、まあ、あるツールを見るとできるんですけど、まあ、通信パターンも見れる場合もあるし、あと通信量ですね、1回あたり平均してどれだけ送っているかとか通信回数を、見ることができます。で、まあ、例えばですね、まあ、K とか FX10 の富士通のシステムでは性能プロファイラー機能っていうのが、まあ、ありまして、これは富士通コンパイラーと連携しているので、普通に富士通コンパイラーを使っている状況だと、コストゼロで使える、あのそのコンパイラーに付随しているっていう意味ですぐ使えるようになっています。で、この2種類があって、基本プロファイラーと詳細プロファイラー、これは富士通の言葉ですけど、こう呼んでいるものがあって、まあ、基本プロファイラーはあのプログラム全体で最も時間のかかっている、まあ、関数とか場所を同定するためにまずやります。で、詳細プロファイラーはあの基本プロファイラーでざっくり全体を見た後にですね、まあ、特にこのループで時間かかっているとかどういう原因で、時間がかかっている時に見るもので、これは最も時間がかかっている関数内の、まあ、特定部分のメモリアクセス性能とかキャッシュヒット率とかを見ることができる、プロファイラーになります。で、使い方はなんですね、まあ、専用のまあコマンドがあって、例えば基本プロファイラーだと FPPP-C とか指定すると、このプロファイラーをのためのデータを吐く、実行ができると。まあ、あとはあの基本プロファイラーの結果を見たい場合はコマンドラインベースでこの FIPPPX とかこういうコマンドを打つと、テキストベースで結果が出てくると。
まあ、それ以外は、この FX10 に限ってはこう GUI ベースのものがあって、そういう GUI を通して、結果を見ることができます。で、基本プロファイラーはこれ、まあ、一定間隔ごとに、まあ、例えばデフォルトは100ミリ秒とかになってるんですけど、割り込みをかけて情報収集して、全体の、コストを見ているというものになります。まあ、この100ミリ秒っていうのも指定によって変えられます。これはあまりこれすごい短い間隔で割り込みかけると当然遅くなって、プロファイルの時間がほとんどになって何を測ってるか分からなくなるので、この辺のパラメータっていうのも、まあ、チューニング要するにちゃんとプロファイルを取るためのパラメータではあるんですが、まあ、それも考慮して使うことになります。で、あと、まあ、詳細プロファイラーはですね、ちょっと使い方は、まあ、上よりもちょっと難しくはなるんですが、まあ、基本プロファイラーでこのループとか場所が重いと分かった後に、まあ、実際にそこにですね、ある API を通して自分でここを測定しますよというものを入れた上でコンパイルして実行するという使い方になります。で、まあ、具体的な使い方の例なんですけど、まあ、この富士通のものはですね、まあ、プロファイル用のディレクトリをまず掘っておいて、まあ、こういうこれ教科書のサンプルプログラムの例になっているんですが、どんなプログラムでもいいんですが、実行可能実行スクリプトの中に、まあ、MPI ランダー MPI の、プログラムの機能の時に IPP-C の D の、これはプロファイルデータが入る、ディレクトリを、指定して実行すると。実行するとこの下にですね、プロフって下にいろいろデータができるんで、それを、このテキストプロファイラーを使ってみることによって、性能情報が出てくるという使い方になります。で、具体的に出てきた、まあ、一例がこれなんですが、まあ、こんな形でいつ、まあ、プロファイルが取れたかとか出てくるんですけども、ここに、まあ、ユーザー時間とシステム時間と経過時間の情報が、まあ、統計的なものが出てくると。で、あとは、まあ、各関数とかですね、これちょっとシステム関数とかも入ってるんですが、メインにはだいたいどれぐらい時間かかってるのかっていう情報が出てきて、これコストってのはさっきのプロファイル割り込みのかかったコストなんで、全体にこれどれだけのパーセント実行で占めてるのかっていうのが出ます。これで最も重い箇所がまあ同定できると。で、富士通の結構プロファイルのいいところはこれ行数が出るんです。この関数は、ソースコードでいうところの何行目に当たるかって出るので、これで対応関係がはっきりするので、まあ、非常にいい、まあ、こういう情報実は出たり出なかったりするんですけど、まあ、富士通のものは出るというところで、非常に使いやすいものになっています。で、あとは詳細プロファイル、まあ、これざっくりこう全体で重い場所が分かった後に詳細プロファイラーで具体的なループを見るときは、まあ、一つの使い方はですね、ループの、その対象のループの先に、何らかのこういう専用の API を入れると。だからプロファイル取るたい場合はこの、フォートランの場合は、コール文で FAPP スタートと書いて、終わるところに FAPP ストップと入れると。で、中に書かれるものは、これはまあラベルですね。後から検索するときに必要なラベルを書いておくんですけど、まあ、これはいろいろ、まあ、環境依存なのでこう書くんですけど、まあ、こういうようなものを入れた後で、コンパイルして実行すると、そのループに対する、細かい情報を見ることができます。それはキャッシュヒット率とかを見ることができます。で、これ実行のさせ方は先ほどの、基本プロファイラーと一緒なんで省略しますけど、まあ、ちょっとここにですね、富士通の場合はこのハードウェアカウンターを使うためのマイナス IHWM とか、キャッシュの情報を見る場合はイベントキャッシュと、これ6種類ぐらいあって、実は何でしょう、6種類同時に取ることができないんで、ハードウェアの都合上だから6回実は実行しないっていう、まあ、面倒くささはあるんですけど、いろいろ細かい情報がこれで取れることになります。あと見方は、これはちょっとすごい環境依存なんですけど、東大の FX の場合は、Unix と Windows で専用の GUI ツールを富士通社が提供してますから、それをダウンロードしてもらって、まあ、実行すると。で、まあ、こういうようなものが、これダウンロードされるので、ここに性能プロファイラーツールの、GUI を押すとですね、まあ、東大のスパコンの上 の、 その、プロファイルログの場所を指定してやると、こういう形で、いろんな情報が見ることができます。まあ、いずれにしろこういう形で我々もまあチューニングしていますが、全体状況を知ったと詳細状況で、チューニングする、何が原因なのか、キャッシュが外れていることが原因なのか、まあ、そういうのを知るためには、こういうプロファイラーを使って解析していくということになります。で、取れる情報は、FX10 の場合はこんなようなものが取れます。ここはマニュアル見ていただくと分かるんですが、まあ、一般的にこういう形で、プロファイルを取ってチューニングしていくということになります。
でこれはまあ一般的な話なんですが、ちょっと今回紹介するのはかなりちょっとスペシフィックな事項かもしれませんが、現在で結構こういうふうにすると早くなるという事例がある、最適技法で、まあ、特にあの1回目とかで、言わなかった手法について、ご紹介しようと思います。で実際例がですね、これ戦略アプリケーションのセイシム 3D というものを取り上げます。これはあの東京大学の古村先生が開発した地震波のシミュレーションプログラムです。でこれについてはですね、まあ、戦略ソフトというのもあるんですけど、あの東京大学の情報基盤センターでやっています PPOHPC プロジェクトというのがあって、これの FDM という、まあ、アプリケーションとして整備中のものです。でまあまあ、どういうものかというと、有限差分法3次元シミュレーションでデータ型単精度、まあ、という特徴のもので、まあ、これは実アプリケーションの例で、今からちょっとご紹介していきます。でちょっとですね、これを私あの、まあ、チューニングをしたのですけども、まあ、あのコンピュータサイエンス型から見ると結構あの面白いというか、予想外の、特徴がありまして、作業領域がすごい、まあ、大きいアプリケーションだったんです。で今の行動、どの、 あの行動かは実はあの状況によって変わっているかもしれませんが、あの最大問題サイズというのがいろいろ作業領域がある都合上、まあ、このぐらいのサイズ、3次元で言ったらこの3次元配列で言うとこのぐらいのサイズしか、取れない。これ32ギガバイトの制約 でそうするとですね、これメインのメッシュの、要は形状なので、たった 32.1 メガバイト分しか、問題空間として、確保できない。ここに要解放を適用するというふうになって、でこれで分かったことは、近年のマルチコア計算機の傾向と相まってですね、実はあのほとんどのデータがキャッシュに乗ってしまうデータであるということが判明しました。で特にあの L3 キャッシュですね、これラストレベルキャッシュといって、あの、まあ、最もメモリに近い、キャッシュなんですけど、これって近年だんだん大きくなってきてるんですね。まあ、そうする、例えばあのサンディブリッジだと20メガバイトっていうのがあって、これ結構大きいんですね。まあ、こういうところに乗ってしまいそうなぐらいのサイズになるので、あの下手にキャッシュチューニングしても効かないんですね、このサイズだと。だから最初私もキャッシュチューニングしようと思ったんですが、プロファイル取った結果ほとんどキャッシュに乗ってるぞってことになって、違う方向に行かざるを得なくなったっていうのが分かります。でこの傾向はですね、あの今後まさに増えていくかもしれないっていうのがあって、このキャッシュサイズっていうのがいろいろ技術で増えていく傾向にあります。ですからもしかすると要解放というのはほとんどキャッシュに乗ってしまう可能性もあるので、ちょっとこの辺はトレンドを見ていく必要があるんですが、いずれにしろこの問題の場合は、キャッシュにデータが乗ってある上でどうやって最適化するかという問題になっていますと。でこれはまあ例えば、セイシム 3D を、これ PPOHPC のまあモデルなんです。まだほぼ同等だと思ってもらっていいと思うんですけど、こういう、プロファイルが取れます。ですから、上から、まあ、こういう関数で何パーセント実行時間が占めるのかっていうところが、出てくるのが、あの全体のプロファイルからするとこういうものが出てきます。で、まあ、さらに特徴はですね、これ見て分かりますように、どれか1個は 90% になってるんじゃなくて、かなりループが分散して、たかだか、まあ、9% とかこういうループが、まあがっていっぱいあるわけですね。だからそれぞれについてチューニングかけないといけないんですけども、まあ、あの上の方のものはそれなりに大きいというんですが、要解放というのはこういうような、結構カーネルが分散しているというか、そういうような特徴があるのが、あのこの手のソフトの特徴になっています。であと通信部分も見えて、これはだから、まあ、全体で60秒ぐらいでコミュニケーションの占める割合が出ていて、内部の内訳もこんな形で出てくるものになっています。でここでちょっと面白いことが分かったんですが、これ行数とか、関数が見えるんで、それをちょっと詳細に見ていくとですね、あの、まあ、全体では例えばこのベロシティっていうところは、あの、まあ、87.4 秒かかっていて、通信に50秒かかっているということになります。それで、まあ、でその部分というのは、そのこれ中見ますとですね、まあ、アイセンド、アイレシーブを書いている部分で明らかに通信やっている部分なんですね。で当然この関数の中にそれ以外の部分があって、それぐらいの部分っていうのは、実はこれで見ると 42.5% って占める部分がそれ以外なんですが、それは、何をやってるかっていうと、この授業であったパッキングですね、あのコピー、元の空間からなんかデータをコピーして先導するっていう時間になっています。ですからあのデータのコピー時間が、実は 42.5% もあると。あコピーはだからデータをコピーして、送って、もう受け取ってコピーし直すっていうふうにすると、その、コピーを含む時間というのは 42.5% も占めているのが分かります。で、まあ、同じようなことをですね、この、パッシングストレスってところにやると 82.2% っていうことで、ほとんどの時間が実はコピー時間だっていうことがこの問題サイズの場合判明しているので、まあ、そこをなんとか実はしないといけない
ということが分かったりします。だから通信の部分はあまりネックではないとかいうことがだんだん分かってくるわけです。まあ、当然ながらこれ問題サイズが変わるといろいろ変わりますから、状況は依存なんですけど、こういうことが分かった上で通信の最適化をしないと実は通信以外のところが重いっていうことが、分かる例になってしまう。で、まあ、この上の2つっていうのは、まあ、これちょっとプロセス4のログだけを見てるんですけど、まあ、通信処理なんで、まあ、とりあえずここではカーネルの話をしましょうってことで覗いて考えると、まあ、上から順番に、まあ、カーネルっていうのが見えます。で、第1位のカーネル 9.8% だ、こんなループですね。まあ、よくありがちな4回半のループになるんですけど、これがまあ一番重い、このソフトで一番重たいループになっていると。次は2位はこんな形で、まあ、これもまあよくありそうな、まあ典型的なステンシル計算みたいなものになっているということが分かりますから、まあ、この手こういうループをですね、まあ、最適化していくことを考えましょうということになります。で、ここではですね、実はその PPOpenHPC に使う前の、もうちょっと古いバージョンを持っていたんですけど、これも一応プロファイルの結果同等の部分、このソースコード自体が第1位のループと同等、ちょっと書き方変わってますけど、同じ部分として何とかしないといけないということが認識されたので、まあこれに対してまあチューニングをかけていくと、まあ、30ループのものですね。まあ、当然3次元の妖怪ものは30ループのものになる。で、これを早くするときに一般的に何をするかっていうと、まあ、コンパイラーがやることではあるんですが、だいたいやり方が決まっていて、まあ、ループの分割ということをする。先ほど最初の導入部で言いましたように、ループに書いてある中の式が多いとですね、コンパイラーの最適化が限界になって、レジスタの利用が最大限にできない状況になって、諦めて、メモリになんかデータを書き戻すということが、されます。で、それを防ぐためにループを分割して最大限レジスタを使うように書き直すことによって早くする、方法がループ分割と言われる手法になります。で、一方もうこれ と、対極になすものとして、実はループ融合という方法も、まあ、あります。で、対象は30ループなんで、これをなんか融合してループを少なくするんですが、2つ可能性があって、一重ループか、30ループを一重ループかに、一重ループにすることもできます。で、これ何のためにやるかっていうとですね、これ、まあ、特に最近ではやられるのはスレッド並列化実行のために災害のループ長を長くするために、くっつけて長くするということです。で、ちょっと前ベクトル計算機使ってたこれよくやられている、コンパイラーが実はよくやってた話なんですが、ベクトル計算機で使うためにベクトル長を長くするためにやったことと全く同じです。これは今回それを、スレッド並列化に使うということです。で、これはですね、今後出てくるメニューコア計算機でも、まあ、場合によって有効ではないかと思われる方法になります。で、これループ一重化、特にループ融合して、ループ融合というのはどちらかというと別のループをくっつけるという意味なんで、ループを減らそうはループコラプスと呼ぶことがありますので、まあ、コンパイラー的にはループコラプスと呼ぶというのはちょっと注意してください。で、あとですね、30ループですか20ループ化って方向もあって、これがあまり実は指摘されていないんだけど、最近では特に重要な方法だと思っているんですけども、外側のループ長を長くするために外側の20ループは一重化すると、で、最内のループだけは残しておくという方法です。で、なんでこういうことをやって速くなるかなんですが、実は近年の計算機はベクトル計算機ではなくて、プリフェッチとか入っているようないわゆるスカラ計算機なんで、最難のループというのはスカラ計算機の、プリフェッチを実は利用する必要があるんですが、そのために連続的にアクセスするようにしておく必要がある。連続的なアクセスというのは配列のアクセスじゃなくて、ループが1から N まで回るような形で連続で、回るようにしておくと、コンパイラーの最適化がやりやすくなるという、ものがあります。ですので、まあ、私はこちらの方が近年の計算機で有効になって、まあ、そういう例もいっぱい出てるんですけど、ちょっとここでは挙げてないんですが、という話です。で、まあ、一例を挙げるとですね、ループ分割っていうのは、こう30ループあったらこれでバシッと2つ分けちゃうだけなんですね。まあ、これでなんで速くなるかって何回言いますように、ここの中の最適化をコンパイラーが頑張ってもらって、コンパイルレジスタに乗るように最適化されるから、速くなる場合があると。当然遅くなる場合もあります。はい、これを分けた時に、まあ、そのレジスタの利用率が悪くなると遅くなりますから、これは、状況依存です。
で、あと一重化なんですが、一重化はですね、これもできるかどうか中に書かれている式なんですけど、だいたい妖怪法の場合はできて、三重ループが、1から NZ かける NY かける NX という形で、こういう掛け算で長くするループに持っていきます。まあ、ただし、KGI については、計算するためにこういう、まあ、写像っていうか、まあ、自分のインデックス計算の部分があるんですが、これが欠点でして、これが入ってしまうとコンパイラーの最適化を阻害します。理由はループがこれ連続になっていることが分からなくなるので、プリフェッチが入らなくなるんですね。そうなってくると普通の、スカラ計算機はこれをやるとむちゃくちゃ遅くなりますから、実はベクトル機で速くなってもこれをやると、普通のスカラ計算機で遅くなる。それは理由はプリヘッジが入らないからという理由です。まあ、いずれにしろこれが嬉しいのは外に書いてある OpenMP のループ長が長くなることによって、スレッド数を増やしてもまあ伸びリニアに計算が、負荷バランスが良くなって大速が出るようになっているのがまあ特徴では。でこれは二重ループ化で、これが、まあ、一番私はいいと思っているので、外はくっつけると。で、中は連続にしておくと、これプリフェッチは阻害せずに外のループ長を長くすることができるという、まあ、マルチコア向きなものになっているのではないかというのが、まあ、こういう話です。でですね、ちょっとこれでですね、元の書き方が悪かったんですけど、これをやると 50% アップになるっていう実例を示しました。これ T2K に限定してるんですが、このコードですと要は定義と参照の距離がちょっと離れすぎていて、まあそういう状況だと要はちゃんとレジスターの解析を最適化されていないって恐れがあったので、まあ、単にですね、下にこの定義と参照の分を近づけるだけで T2K だと 50% 増しになります。だからこういうことがあるん でなおかつコンパイラーはこんなことすらできないので、ちょっと考えてみてくださいっていうのがこの一例です。で、まあ、これをやった上でさっき の、ループ融合とかを併用分割と併用しないと、意味がないんですが、元のコードはある程度いい必要があるんですけど、いずれにせよこれは、こんだけのチューニングで、速くなるという例です。でこれをやった上でですね、今度は、ループ分割を適合すると、まあ、こうなるんですけど、これちょっと面白い事態が出てきて、このコードになったときにループ分割すると今度 QG の再計算が必要になる。この定義されたものが下のループにデータが、いかないの でそういうような状況で、QG の再計算が必要になるんですが、こういうような、一般的にですね、こういうような分割した上で再計算になるような分割はコンパイラーは普通はでやりません。やるとですね、まあ、メモリが増えたりするので、ですからコンパイラーがどう頑張ってもできない分割になるんですけど、あるこういうことをやると早くなるので、これはもう手で書くしかないわけですね。という意味で、ループ分割を紹介していることになります。でですね、この例はまたさらに良くなって、上の30ループを完全に分離できるんで、こうなるとまたさらにですね、コンパイラーが最適化する余地が増えるので、まあ、こういうコードっていうのはまた、最適化を、良くすることができる。これ一例です。でですね、これちょっといろいろやって、まあ、いろいろ組み合わせがあるんで、全ては求められませんが、まあ、一つの、例としてですね、元の三重ループをコンパイラーの最適化を、まあ、一番かけたものですね、当然一番かけたものをベースラインとして、手で I ループ分割したもの、J ループ分割したもの、K ループ分割したものと、あと I ループ分割に対してループ融合を行ったもの、まあ、こういうような組み合わせを、まあ、7通りぐらいしてみて、当然コンパイラーオプションはそのままで、元のコードに対してどれだけ速くなるのかというのを、まあ、一例として、比べています。でまあ、使うものはこれも計算機によっていろいろ違います。当然ハードウェアが違うとそのですね、まあ、スレッド数も当然違いますし、レジスタ数も違ってきますが、ここでは東京大学にある FX10 を1ノード16スレッドを使ったものを、例に、やっています。で、まあ、外側ループに対して OpenMP が適用できるのでパラレルドゥー分で、並列化をしているというもので、スレッド数を1から16まで、まあ、変化させてということをやっています。でこれが結果なんですが、まあ、ちょっと3次元になっているんですけど、こちら方向にスレッド数1、2、4、8、16で、これ7種類の実装を、書いたものがこれです。でこれ見てもらうと分かりますけど、この4の実装というのが一番、まあ、どの状況でも、まあ、ちょっと見にくいですけど一番早いというふうになってますから、この環境ではこの4というのが一番早い実装になるんですが、一般的にこれはですね、スレッド数に応じてどの実装が速くなるのが変わります。でなおかつ4番が常に速いわけでもないので、これは汎用性があるかどうかわからないんですが、少なくともこの7通りの方法を、まあ、なんか調べていいのを選ぶような機構を作ると1個のコードでも、まあ、最適化されるという意味においては、こういう方法というのは、まあ、意味があるということになります。
で具体的にはこれはすべ、まあ、これはあまり申し訳ないんですけど、まあ、全てのスレッド数で4が速くて大体 50% 増しになりますから、さっきのことをやると、あのカーネルは 5割増しの速さになるということです。で、まあ、結論はこれですね。この状況で、まあ、全ての組み合わせを調べたんじゃないですけども、分割点を調べ限られたところで調べたうちではこの30ループを2つに分けてそれぞれスレッド実行パラレル実行するというコードが一番速いということになりました。でですね、これちょっともう一回確認しておきます。なんでこういうことをまずやらないといけないか、コンパイラができないからやらないといけないかというと、実は今後メニューコア環境になってこのループ融合をやらないといけない状況が出てくるからだという一例だと思っています。まあ、一つはですね、一般に3次元溶解法ってまあ30ループになっていて、なんか二酸化手法に基づく式が書かれて、まあ、外はまあ普通はですね、まあ依存性がなくしているので、OMP とかで並列化されていることが多いです。でこうなるとですね、これ何を意味しているかというと、スレッド並列性の、まあ並列性っていうのはこの K ループの長さで決まります。でこれは早い話ですね、この NZ っていうのはスレッド数以上がないと当然実行すべきスレッドの並列性を確保できていないということになります。これ最低条件です。だからこれ8スレッド使うんだったら NZ8 以上ですし、32だったら32以上です。でこのイコールにしてしまう、 NZ スレッド数イコールにしても実はダメで、なんかオーバーヘッドありますから、普通は 2,3 倍長くし取っておかないといけないですね、 NZ。まあ、そうすると例えば G4 ファイだと60スレッド使うとすると、 NZ は120から180以上必要で、問題はこういうサイズ取れるかっていうところにかかってきます。で先ほどの例示したように 32GB だと取れなくなってくるので、そもそもこの書き方だと並列性がなくなってきます、G4 ファイとか。なのでそういう場合はですね、もしくはメモリの都合で小さいサイズしかできない、もしくは小さいサイズをシミュレーションして早くしたいときは、ループ融合しない限り早くなる、原理的に早くならないということを意味しています。ですから、自分でスレッド数に応じて、ループを書き直さないと動かない。さっきのコンパイラーは何もできませんから、そういう状況に、なってしまうので、特に注意、今後注意していく必要があるのではないかという、技法として紹介しています。まあ、これ今までがちょっとまあスレッド並列化とかのコンパイラのレジスタ並列化でまあちょっとまあ具体例的な例であった例を紹介したんですが、まあちょっと通信最適化の方法も重要なので、拡大的な話題として話しますと、先ほど言いましたように、自分のアプリケーションのメッセージサイズがどういう状況で呼ばれているかというのは分からないとダメです。まあ、例えばこの図の場なんですが、通信時間というのは大体まあ大雑把に言ってこんなようなモデルになっていることが普通で、横軸メッセージサイズを取ってこう通信時間を取ると、ある一定のサイズまでは実はメッセージサイズによらずほぼ一定の時間を要する領域というのがあります。これは通信 のプロトコルの都合上こういうふうになるんですけど、まあこういう時間があった後で、あるところから急にまあ急というか、まあこれ普通に1次元でいいんですけど、メッセージサイズに応じて時間が増えていくというふうには、まあもっと言うとこれ3つぐらいに分かれたりするんですが、ここではちょっと最低限2つにしてますけど、こういうモデルで普通は通信がなされると。でその時にですね、自分のアプリケーションがこの領域1に入るのか領域2に入るものなのかを分かっていないと最適化ができないということになりますので、これをまずよく知っておく必要が、まあ、あるということです。で、まあ、だからさっきも出てきましたけど、この自分のアプリケーションがこの通信1の、通信領域の1の、ところがほとんどの場合は、これ通信レイテンシー規則といって、ほとんどもうメッセージサイズによらず、通信の回数が問題なんで、通信回数を減らすような最適化をしないと、早くなりませんと。まあ、よくやるのは細切れに送ってデータがまとめられるんだったら1回にするとか、まあ、そういうことをしない限りは、ダメなわけで、まあ、通信領域、この領域の2のところになっている場合は、これもメッセージサイズが問題になっているので、メッセージサイズを削減するというのが一番いい方法になっている。まあ、冗長計算とかをして、メッセージサイズが削減できるのであれば、計算量を増やしてでもやる価値があるという領域になってきます。ですから、この、まあ、ことを考えると。で特にですね、最近内積計算のためのリダクションですね、エンペアオリデュースというのは結構どんなアプリでも出てくるんですが、これって普通は結構あまり長い長さやらなくて、まあ、普通倍精度1個分やったりするんですね。そうするとこれって何を意味しているかと、ほとんど領域1のところに入ります。だからエンペアオリデュースって1のサイズやるのも2のサイズやるのも4やるのも大体一緒の時間になるんですね。
ということで、できれば複数回内積換算を一度にやれるようなインペアオリデュースにするようなことであると高速化される可能性があります。でこれができるかどうかは当然プログラムによるんですが、まあ、よく出てくる例で連立方程式の反復解法の CG 法というのがあるんです。これ内積計算が何発か入るんですが、これ毎回やるとですね、まあ、3回ぐらい1回反復に入ったりするんですが、これをまあ削りたいわけですね。ここはネックになるから、レイテンシー利息になるから。でだから K 反復ごとに一気に計算しちゃって、まあ、それをまとめて、実はオールデュースをするって方法が、まあ、原理的にはまあできるんですけど、それをやると、通信回数は K 分の1に減って速くなるということが、まあ、分かっています。まあ、ただしこれがすぐできない理由はですね、普通に単純にこういうことをやってしまうと丸め誤差の影響から解が発散していくんで、まあ、これは実はちょっと数値解析的な工夫をして、収束させる条件の上で、このような、反復に必要なオールデュースをまとめて1回やるという方法が今研究されています。でこれはあの通信回避 CG 法、コミュニケーションアボイディング CG という方法で、研究されている分野で、まあ、かなりまあ、そういう意味では適用できるケースというのは限定されるんですけど、もしできるとすると長並列でこういう方法というのは有効になってくる、まさにそういう、アルゴリズムがあるという、研究されているということになります。であとですね、まあ、通信しますから、何らかの同期っていうのがあります。ですからこの時にですね、同期点を減らすことも当然早くなるわけです。この時に出てくるのがノンブロッキング転送ってやつで、まあ、例えばランク1からランク1にデータを送る時に普通先導を出すと相手側のレシーブが準備ができた状況までまず待って送られるということをするので、この受信待ちの時間ですね、相手のレシーブがいいですよっていう時までの時間がなくすことができれば、まあ、ちょっと早くなるわけです。まあ、これだから非同期通信ってやつで、相手側の状況に関わらず通信を終わるということができるようにすれば、まあ早くなる可能性があるので、こういう方向がまああります。でこの時に出てくるのが、まあ、いわゆる先導じゃなくて I 先導 I レシーブっていうものなんですけど、まあ、一例で、この I 先導 I レシーブを適用できる、まあ、一番嬉しい例としてちょっと、まあ、こういう場合を考えると、例えば、まあ、プロセス0123があるときにプロセス0が全てに対して何かデータを送ると、その時に先導レシーブで送るとすると0番が1番にレシーブを送ると、まあ、この時も当然受信待ちがあると、その時に2を送るからこの時もあるということで、こういう形でどんどんこう送る相手ごとに受信待ち受信待ち受信待ちがあって、最後次の反復の同期に入るから、まあ、やっぱり蓄積されて受信待ちがかなり多くなってしまいます。これはだから今まで最初に出てきた先導レシーブを書くと同期型ってやつなので、こういうふうになると。この受信待ちを減らしたいのが、まあ、ここでの目的ということになります。非同期通信を使ってこの受信待ちをなるべく減らすと。でこの時に出てくるのが MPI 用語で出てくる、先ほども使ってますけどブロッキングっていうのがあって、その普通の先導とかレシーブっていうのは送信とか受信のバッファ領域っていうのが、まあ、システム上ありまして、そこの上にメッセージが収納されて、システム上そのバッファ領域に自由にアクセスできるまで、呼び出しが戻らないっていうもので、作られているものをブロッキング通信という。ですのでバッファ上のデータ一貫性を保証して、ユーザーからすると例えば A って配列で送るときに A って配列の中身は、まあ、戻ってきた瞬間に書き換えていいわけですね。送ってる最中になんかデータ壊れるってことはしないというのが、まあ、ブロッキング通信です。でノンブロッキング通信はそうじゃなくて、まあ、とりあえずなんか、システム上には送る手配はするんだけども、実際送れたかどうかは見ない。なので、状況によっては、行列なんか配列 A のところになんかデータを送るとすると、戻ってきた時に A を書き換えてしまうとデータが壊れてしまうということが、ある、まあ、そういうことが分かった上で使う、通信形態のノンブロッキング通信という。でこの時にバッファ上の、まあデータっていうのをあんま一貫性を保証しないということになるので、誰が保証するかというと実はこれユーザーが保証するという使い方で、仕様が作られているというのがブロッキング通信です。であとローカルとノンローカルというのはちょっとここはまあ読んで説明ちょっと省きます。でですね、これちょっと MPI でかなり関数が多い理由の一つに通信モードというものがあって、これ4種類のモードがあって、これごとにセンドレシーブとか全部定義されてるんですね。ですから一気に4倍ぐらいになるっていうのがMPI の問題なんですが、これちょっと覚えててほしいのは、普通の MPI の、通信というのは標準通信モードというものになっています。これは何かっていうと、送出、例えば送る場合は送出メッセージのバッファリングっていうのは MPI のシステムに任されるということです。ですので、これはシステムの、バッファサイズがあるとき、あるサイズのメッセージがあるときは、システム側にバッファリングされてすぐ、戻ってきます。
ただしシステムにバッファがないぐらいの大きいサイズを送ってしまうときは、例えば先導のときは相手のレシーブが送られるまで戻ってきませんという内部で切り分けるようなものになっているので、これは注意してください。これがデフォルトの、ものです。でこれを見て MPI の鮮度っていうものを、言葉で、解釈していくとですね、これブロッキング通信で標準通信モードです。でバッファ領域が安全になるまで戻らない通信で、システム上バッファが取れる場合はメッセージがバッファリングされてすぐ戻ってきます。でバッファ領域が取れない場合は対応する受信が発行されてかつメッセージが完全側にコピーされるまで、その呼ばれた時に戻ってこないというものが、皆さん普通に使っている鮮度に MPI 鮮度になるわけです。でこれをですね、要は非同期的にするために I 鮮度というものが用意されていて、これが、ノンブロッキングのものなんですけど、こういう形で使います。ちょっと中身については説明しませんが、 MPI 鮮度というものを使うと先ほど違って非同期型の通信ができるというものになります。ちょっと注意は I リクエストってこういう MPI リクエスト型のものを用意しないといけないだけなんですけど、使い方はそんな鮮度と変わらない。で問題はですね、 I 鮮度っていうのは先ほど口で言いましたように、ここに例えば A って配列を書いて A って配列の、送信が終わるかどうか保証せずにプログラム上に戻ってきますから、ユーザーがいつその A っていうところにデータを入れたがいいかっていうのは分からないわけですね、このままだと。要は書き込んでしまうと送ってる最中でデータ壊してしまうかもしれない。でそれを、それが分からないとプログラムできないので、どうやって分かるかっていう関数が用意されていて、これが MPI Wait ってやつです。この MPI Wait って呼ぶと、先ほどの指定した I リクエスト、I センドで書いたところのこの I リクエストを指定した上でこれを呼ぶと、ちゃんとバッファーが書き込み可能になるまで待っているということが、されます。ですので I センドと I レシーブというのは MPI Wait と原則、呼応して使うという使い方になります。でここでちょっと、I鮮度の中身を MPI の言葉で言ってみると、これはノンブロッキング通信ですと。でこれもここでちょっと分からなくなるんですけど、ノンブロッキング通信でありながら標準通信モードになります。これは、通信バッファの状態にかかると戻るんですが、バッファ領域が取れる場合はメッセージがバッファリングされて、実は I 鮮度でもなんかバッファがあってそこにコピーされて戻ることになるので、実はすぐ書き込んでも壊れない率が高いような実装になります。当然バッファ領域が取れない場合は、MPI Wait が呼ばれた時にずっと待ってる、相手が呼ばれるまで待ってるという実装になるので、内部でこうバッファ領域のあるなしに関わらずコピーするコピーしないっていうのが、決まるのが MPI I 鮮度になってるので、ここは、注意してください。ですのでこうまとめるとですね、 MPI 鮮度関数っていうのは関数内に MPI Wait 関数が入っていると思える実装になっていて、 MPI 鮮度は入ってないわけですね。ユーザーのところに書くというような仕様になっているって位置づけでいいので、こういうことを理解した上で書いてもらうということになります。でここでもう一回言いますと、これ絶対初心者が最初に間違える実装について言いますと、さっきの原理が分かっているとこれは分かるんですが、よくやりがちなのは、センドとレシーブ使ってですね、世の中ある全員のプロセスが最初センドを読んで次の場所にレシーブを書くという実装をしがちです。そうすると何が起こるかというと、危険なプログラムですね、正確には動いたり動かなかったりするプログラムができます。もっと言うと、バッファサイズが取れるぐらい小さいサイズを送るときは動きます。大きくなると動かなくなります。でこれで結構ですね、小さい問題で動いてよかったと思ったら大規模やった瞬間に動かなくなるんで、非常に困ることがあります。これは先ほどから言っているように、なぜこうなるかというと、みんな MPI 鮮度を呼ぶんですが、システム領域があるうちはいいんですけど、なくなるとバッファ領域が当然取れないわけですね。でバッファ領域がまで内部ではスピンウェイトって待っている状態になるんですが、これが開くためには相手側のレシーブが呼ばれない限り開くわけがないわけですね。そうすると世の中に誰一人としてレシーブ発行しないか、ここで止まってデッドロックが起きて、ずっとそこで処理が止まるプログラムになります。でこれを避けるためには、例えば、自分でランク番号を見てセンドレシーブと、2で割れる、ランクのやつはセンドレシーブと書く、それ以外はレシーブセンドと書くか、 MPI センドレシーブっていうのがあるんでそれを使うかになります。いずれにしろこれは分かった上で、センドと、レシーブを書かないと、正しく動かないというので、よく間違えるところなので、注意してください。
であとですね、まあ、これも、まあ一部やってる人がいるんですけど私はあまり使ったことないんですがメッセージを完全に受け取ることなく受信したメッセージの種類を確認して本当に読み込むのかメッセージを読み込むのか、読み込まないのかってこともできます。でこれは例えばなんか、まあ、何メガとかすごい大きいサイズを送るときに自分に関係ないところを読み込むと時間かかってしまうから読み込まないっていう場合にはもうメッセージのもうどういう種類のものが送れてるかだけを判断してメッセージをキャンセルするという処理を書きたい場合があってその時に、まあ使うのが MPI プローブっていう関数があります。でこれはまあそういう状況になったときちょっと見てください。これまあ実際あまり、まあ、あるところでは使っている事例は聞いたことあるんですけどあまりまあここまで使う人はいないと思いますがもしあの使われる方は、こういうものがあるというものを見ておいてください。でですね、まあ、今 やろうとしているのは、まあ、ノンブロッキング的に、ノンブロッキング関数を書くことによって、ショートしまし最初に示したセンドとレシーブの、同期待ちを減らすということです。でプログラム的にはまあなんかこんな形に、なっていて、例えば0番の、プロセスのものは、自分の1番から、何プロックス1番まで、I センドでまあデータバーッと非同期に起こると。でそれ以外はデータ依存待ちでレシーブで待っているという状況になります。で I センドでもう先に0番だけ送っちゃうんで、まあ、0番はここでなんか計算するわけですね。で終わったやつは当然 A を使ってなんか計算するんで0番は本当に送られたかどうか待つ必要があるんでここで最後1回 MPI ウェイトを読んで待つと、まあ、こんなような書き方をすると非同期な通信が実現できると。でこれはあの C の例ですけどフォートランの人も考え方なんで呼び方が違うだけで一緒です。で図で書くとこんな感じで先ほどとの違いはですね、まあ、あの相手のレシーブを知らずに0番をセンドセンドセンドって形でこうこれ I センドなんですけど I センド I センド I センドって形で、データを送ることができます。でこれはだから中にあるデータが書き換えられるかどうかは、見ないすぐ、まあ、プログラム上に戻ってくるのでその後に、A を使わない計算何らかの依存関係のない計算ができます。でその後に、本当に送られているのか受信待ちでチェックして、みんなが、終わるまで待つというような処理形態にできるので、先ほどの例に比べてこの黄色の部分が、まあ、減るわけですね原理的に。そして早くなることを狙うというのが、まあ、こういう例があったら、早くなる可能性があるというノンブロッキング通信による、通信の改善の、方法に、なります。であとですね、一点、まあ、ちょっと注意すべき話があって、まあ、世の中のプログラムって結構私の見た中でも大体ノンブロッキング通信が書かれているプログラムが結構ほとんどです。シミュレーショナルプログラムでもいくつかはまあ普通 I センド、特にセンドを先に発行して、レシーブをするという書き方になっているものがほとんどです。でですね、注意はですね、ノンブロッキング通信は魔法ではなくてその MPI I センドの実装が本当に MPI I センドを呼ばれた時点で非同期に送ってもらえる送ってもらうような MPI の実装でないとこれ意味を奏しません。でところが信じられないかもしれませんが MPI の実装によっては MPI ウェイトが呼ばれるまで I センドは何もせずに MPI センドが呼ばれた時に本当にデータを送り出すという実装がされていることがあります。これ何を言ってるかというと I センドで送ったつもりになって書いてる側になってるんですけど、MPI の実装は MPI ウェイトが呼ばれないとデータが送られないと。でそうなってるとこれはですね皆さん意図したことではないわけですね。これノンブロッキング通信の、意味が全くないわけですね。これこういうことをやられるとでこれが実はこういうふうに実装されているスパコンも踏まえて、実装されているのが結構多いです。でこうなると、ダメなんですが、まあ、一つの、まあ、もうひょっとすると、今後改善されるかもしれない方法として実は永続的通信というものがあります。これはパーティシセントコミュニケーションというものがありましてこれを利用するとこれも当然ながら MPI ライブラリの実装に依存します。パーティシセントコミュニケーションを使ったからといって、MPI のウェイトのところで通信が始まると全く意味がないんですが、ここでなんでこういうことを言うかっていう と、このパーティシセントコミュニケーションを使った通信の方が MPI の開発者がより容易に、通信のオーバーラップの実装がやりやすいので、そういうような、実装が期待できるという意味で、書いているんですけど、まあ、こういうものが実はあります。でこれは私も知らなかったんですが周りにちょっとMPI の専門家がいるんで、その人が言ってることで、ここは書いてるんですけど、まあ、MPI-1 からの使用
になっていて、これあの2とかでないと使えないってわけじゃなくて1に入ってる仕様ですから、まあ大体使えるということになっています。でもう一回言いますと、これ絶対あのなんか誤解されたようなので、永続的通信を使ったからといって、通信と計算がオーバーラッピングできる MPI の実装になっているかは別問題ですので、それはあのライブラリーの実装次第、スパコンに実装されたライブラリー実装次第なので、それは別問題ということに注意してください。でこれどうやって使うのかなんですけども、あの、まあ、結論から言うと、あの iSend で書いてる人はそのまま、まあ、できる。で一つ注意は、このなんで永続的通信っていうのかなんですけど、その永続的っていう意味はですね、あのプロセスの転送する相手が、まあ、ずっと変わらないという前提で、使うから永続的です。使い方は、まあ、一般的に、まあ、こうなっているプログラムというのは実は要解放で多いんで、多くの場合で使えると思うんですけど、まあ、通信を利用するループに入る前に一度、通信相手先を設定する初期化というのをまず呼びます。その後センドする場所に MPI スタート関数というのを書きます。であと、まあ、当然ながらこれ非同期に送るものですので、真の同期ポイント、まあ、いわゆる MPI ウェイトが入っている部分というのは、まあ必要ですが、それはそのまま残しておいてくださいと、 MPI Wait はそのまま残しておいてくださいという実装になります。で、このループに入る前に行う、の通信相手先の設定なんですが、これ MPI Send Init という関数で、通信先情報の設定をしておきます。でこれなんで嬉しいかというとですね、こうあの MPI 内部でですね、どこにこのプロセスを送るんだという情報を、実は設定とかする部分があるんですが、この普通のものだと、まあ、センドとか呼ばれるごとになんかそういうような、設定をするんですが、これはもうイニットってところに分けていますから、そういうような、まあ、初期設定の部分が、まあ、省かれるというのが一つの、まあ、利点になります。であと MPI スタート時に、まあ、通信情報の設定が行わなくて本当に送るだけになるから、まあ、要は初期化と、まあ、送るって部分を分けたようなあの API になっているというのが一つの利点なんだと思いますが、そういうような、API になっています。なので先ほどから言ってますように、同じ通信相手に何度でもデータを送る場合は、通常のノンブロッキング通信に比べて原理的に同等以上の性能が出る、まあ、あの先ほど言ったように MPI ウェイトにならないと通信が送られない場合についても、まあ、遅くなることはないと、原理的に遅くなることはないと思える API になっている。で実際これどんなところで使われるかっていうとですね、私の知る限り、まあ、これ適用範囲がかなり広くて、まあ、領域分割に基づく要解放っていうのは大体変わらないので、あの隣のプロセスにずっとデータを送り続けるので、適用できることになります。あとイン解放のうち反復解放を使っているものでも、これも大体ですね、隣とは言わないまでもある特定のところしか送らないんで、一回その送る先を調べてテーブル化にして持っていることが多いんで、そのテーブルに対して一回 MPI ユニットを発行しておけばずっとそこの対象に送ることになるんで、使える、まあ、要は反復解放系ですね。反復解放ってやっぱり何反復、千反復とかする状況で同じところにずっと送りつけるものについては、永続的通信を使って、そもそも最初から書いておいた方がまあいいということになります。でまあ、使い方なのですが、これは、まあ、原則さっき言ったようにそんなに、違いはなくて、まあ、先ほどの例だと、0番が、隣の1番から、まあ、何プロか1番までデータを回すときに最初にもう送るところを定義している、まあ、だからこの例だからこう一般的にちょっと使い方が変わってくるにしても、最初ループに入る前にこういう書き方をして MPI Send Init で、送る先をこう定義しておくと。でその後ここに、まあ、ちょっと書いてませんけど、まあ、何回も回るループが書かれているとすると、そこで、MPI のセンドとか iSend に当たるときに MPI スタートと書くだけで、データが送られます。で後に書かれているウェイトとかはそのまま残しておけばいいので、まあ、実質書き直すのはこんだけなんで、ほとんど、そんなに、差はない、あの書き直す、コストは生じないということになります。で、フォートランの指導も、まあ、似たような形で書けるので、まあ、これは、場合によってみたらやってみる価値があるということになります。はい、ということでちょっと早いのですが、まあ、あの今回、いろいろな話題が入っていてですね、まあまあ、各個人の持たれているプログラムに適用できる場合もあれば適用できない場合もあるんですが、教科書を買われた方は、まあ、いろいろ、それを使って非同期実装とかをしてみるというのが、まあ練習できるようになってますので、まあ、いろいろ問題ありますけど興味ある場合は見ておいてください。じゃあ、時間がありますので、あ、どうも、で、あと、5回担当させていただきましたが、どうもありがとうございました。